こんにちは、四国メタンです。こんにちは、化学反応ズンダモンなのだ。本日のニュースはこちら。博多モバイルバッテリー爆破恐怖。28日朝、博多区のアパートにて1階から黒煙が出ていると119番通報が相次ぎました。消防車など10台以上が出動し消火、アパートの壁や給湯器が焼けており、出火原因はキャリーケースの中に入っていたモバイルバッテリーが出火元と思われます。モバイルバッテリーが熱くなる現象はよくあるけど、火災の火元になるのだ。モバイルバッテリーにはリチウムイオン電池が内蔵されており、落下による衝撃や高温な場所へ放置することで火の手が上がるわ。モバイルバッテリーによる火災事件は増加していて、被害総額は毎年100億円を超えるわ。発火する可能性がある商品だけど、どうやって処分すればいいのだ？燃えるゴミはもちろん、燃えないゴミでの処分も禁止されているわ。福岡市内であれば資源回収ボックスで回収するみたい。処分方法は手順に自治体によって全く変わるから、地元ホームページを確認しましょう。リチウムイオン電池、恐ろしい商品なのだ。以上、充電器の処分方法は全国で統一するべきニュースでした。続いてのニュースです。久留米 JS 男子トイレ掃除ゲド。3月、久留米市の公立高校にて60代女性教員が女子児童に男子トイレの掃除をさせました。女性は綺麗な校舎にして卒業生を送り出したかったことを理由に、女子児童2名にモップやブラシを使用して掃除をしていた男子トイレを自身の雑巾で掃除するように指示。女子児童は1時間をかけて男子トイレを掃除するも、綺麗じゃないからやり直し、早くもう1回してと、さらに小便器をトイレットペーパー拭き上げるように指示をしました。この60代女性教員は男子トイレに入ることに違和感を覚えない自身が肉便器なのだ。ずんだもん、さすがに言い過ぎよ。いや、女子小学生に男子トイレの便器を掃除させる教員の方がやりすぎね。この女性職員は体調不良を理由に謝罪の場には出席しておらず、学校側も校長からの指導のみで懲戒処分はされませんでした。あれ、これってもしかして特定できるのでは？この事件は今年3月に発生していて、女性教員に下された処分はなし。であれば現在も久留米の小学校に勤めている60代女性となればかなり絞れるわ。もし娘息子が通っている小学校であれば、関わってほしくない人間ね。学校の監視カメラ設置を進めるべき件について、皆さんはどう思いますか？よければコメントください定期。続いては新コーナー、ズンダのズンズンクイズ。この画像はどこ？答えは明日の動画で。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いしますですわ。